泳げガッツリ君、泳げガッツリ君。キンコンカンコン、キンコンカンコン。そういやさ、うん、先輩に座右の銘聞かれた。うん、一撃必殺って答えた。え、それスイマーとしてどうなの？何も。なんか予選しか頑張んないって感じしない？え、そう？うん。お前は50歩100歩。え、お前こそスイマーとしてどうなの？なんで？俺ら100分の1秒競ってんだよ。それがお前。みんなあんま変わんないね。50歩100歩だねってさ。もう場所が場所なら死刑だかんね。そうかな。そうだよ。被害はなんて答えたんだろう。あいつはなんかあれだよ。どうせ手洗いうがいとか。おい、うん、いつまで食ってんだよ。被害。あ？お前何？何が？他になんかある？廊下弁いる？いや廊下弁はどれ？廊下弁意味あるかあれ？いるか？ないだろ意味、うん。何の意味でやってんだろうなあれはそもそも。確かにな。いや、ただのいじめでしょ。埃とかすごいしね。埃しか来ないよね。埃しか来ないから、ね。卓球部とか横の、まあ、横の卓球部とかがすごい走るしさ。あいつらな。あいつらなんか俺ら見ると加速するよ、ね。あいつらいつも昼ギリギリだから。埃入んだよ、あれで、弁当に。あいつらも。え、じゃあ、なし、いいかな。いいよ。いらねえよ。いらない。いらない。なしなし。はい、なし。